どうしようかな。とりあえずね、これなんか、よく初めての方、マイクロビーストをね、つけると、ちょっとね、これ操作するだけでもね、こう、ゆっくり、じわっとしか動かないんでね、こう、エルロンとかもね、こう、こんな感じで、案外、のぺっと動きます。これが、まあ、正常なんですけどね。まあ、初めての人はね、ほんとここで多分最初大丈夫なのって思うぐらいあるんですけど、はい、いいかな。よいしょ、うん、寒さは今だいぶちょっとマシになったかな。風もそう、草原もないみたいだけど、2メーターそこそこな気もします。いいかね。よいしょ。もうなんかネックストラップとマイクの配線がこんがらがっちゃう。はい。モーターカットしてるね。モデル間違いないよね。550X2 と書いてます。はい。じゃあ、録画スタートして。どうしようかな。ここ眩しいな。旋回飛行しましょうか。はい。かな。右、左、前、後ろ。ラダー、右、左。合ってますね。これも今さっき、バインドしたばかしなんでね。やっぱ最初はね、気をつけないとね。残量 95%。 データ移したばっかしだから、ちょっとホバリングの位置をちょっと確認。ちょっと上かなですね。ちょっと一目盛りぐらい近く上だな。何かいじったっけかな。これはピッチの方かな。たまにね、この上側のね、分がね、生きてるときが最悪なんだよな。あ、生きてるな、これ。生きてるな。本当はこれね、邪魔なんで、他のいろんな機体飛ばすとね、どれかで触るとね、全部他の分もね、いじってしまうことになるんでね。これは、ホバリングピッチとかになるんですけど、どこにあるんだ？どこだ？あら、になっとる。どこだろう？どこだろう？スロットルミックスじゃないし。まあ、いっか。いいや、ちょっといいや。とりあえずこっちも、両方もニュートラルにしてからの調整だ。はい、今の分、動いてたのかな。ピッチカーブ。ちょっと上げよう。はい。でもって、その下の2番も上げてあげる。そして4番も上げる。はい、こんなもんかな。最初はね、こんな作った時はね、こんな感じで、ホバリング調整からですね、スロットルとかの、
大方揃うとね、案外ね、多少話してもね、そうパッと機体は動かないんでね、多分これでだいたいセンターになりました。とりあえずおう、ちょっとゼロページ確認しよう。モーターカットしてアイドラップ、あ、ホールドでもいいや。ホールドにしてニュートラル、スティックセンターね。それで、はい、ですね、ここに印があるんですけどね、両方とも、センター行ってます。はい、じゃあスロットル下ろしてオーバーリン、ホールド解除。はい、じゃあモーターカット解除。風がね、正面からなんでね、まあ、あの初めて旋回の練習をするときはね、あまり自分にね、近づけない方が、いいです。近づけるとね、風に流されて自分の方に来るんでね。それだけ。エレベーター、この前言ってたちょっとラダーを追って、まあ、周回飛行からですね。で、まあ、土手の方も気をつけながら、あまり土手の方にね行かないように。あ、ちょっと飛びながらな。風上に行くとね、どうしても機体がちょっと上がる癖があるんでね。はい、ちょっと向こうに膨らんだね。うん、ちょっと飛ばしにくいかな。結構回転が低い。はい、ちょっとね、2番あたりのね、ちょっとモーターカットして、2番あたりでね、ちょっとホバリングになるんで、ちょっとホバリングじゃないや、ちょっとね、下ろしたいときっていうか、コードをね、持ち上がるのを止めたいときにね、どうしても上がって、回転がね、下がりすぎるんですよね、これ。どうしようかな。2番、ちょっと回転高めにしようか。70。で、3番、67.5 だけど、これもちょっと回転上げよう。75.5、 まあ、大体適当なんですけどね。はい、4番 77.5。 はい、でその分回転が上がったんで、ちょっとねピッチを下げないとね、早めに浮いてしまうんで、37から32ぐらいで、その前後4番3番も下げる。はい、3番下げすぎ、2番下げすぎた。はい、いいかな。カット解除。ちょっと回転高めになってます。で、ちょっと気持ち下で浮いてるね。はい、ちょっとね下で浮いてるんで、今回転的にはちょっと高いかなとは思うんですけど、まあ、あのぐらいはいいかなということで、ピッチを若干下げよう。32だったから29ぐらい、3コマほど。まあ、あとちょっと前後はすげえ影響してないみたいだからいいか。はい、カット解除してるね。こんな風にね調整するとね、
電池の減り具合がちょっと分かりづらいんでね、ある程度まで、で調整するとね、あの一回確認した方がいいです。はい、オーバーリングさせてみ確認、はい、ちょっと落ちるけど今スティックも、若干下だったんで今センターですね。はい、はい、いい感じですね。音、ローター回転の、ね、音とかもいい感じの音になっています。スーッと、で今度はね、まあ今ちょっと風が止んだな、まあ、止んだのもあるし、操作も、ローター回転もね、ある程度あるんでね、あの、あまし上下しないで、行くことができます。はい、じゃあちょっと一回下ろして、あの、残量確認しましょう。はい、もしかすると 40% ぐらいまで下がってるかもしれないんでね、40ぐらいまで下がるとちょっと、やめとった方がいいかな。 60% ぐらいまであればね、まだいけるんですけどね、多分そこまでないと思うんだよな。一応タイマーは今2分21秒、ちょっとタイマーリセット、2分30秒だったから4分、もう5分近く飛んでるんで、多分、あ、5分近く、あ、そうですね、5分近く飛んでるんで、おそらくそう、あ、なんかもうここは子連れかな、多分電池的に多分もうないと思う。 40% ぐらいかな。あ、 52% ね、微妙だな。まあ向こうからちょっと人が来ているんで、ちょっと中止しましょう。はい、じゃあちょっとこっちに止めて、はい、以上になります。